はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッチと申します。3時40分を回りましたね。ドルウォンはどうなってるかと言いますと、ちょっと戻されて1422あたりですね。朝から勢いよくですね、上げてたんですけども、ちょっとうにゃうにゃし始めてる感じですね。売り勢がやや勢いづいてきてって、よう分かりません。はい。さて、ロイターにこんな記事が出てまして、これはですね、今日の3時5分午後ですから、今さっき出たという感じですね。アングル、投資家の中国離れ拡大、人民元安や景気失速で資金流出ということでございまして。北京17日ロイター。中国の金融市場から数年ぶりの早いペースで、資金が流出している。人民元安や景気の失速などを主因に投資家の中国離れが広がっているためだ。アナリストは裏ルートで流出する資金はもっと多く、信任はかなり傷ついている可能性があると指摘していると。もうちょっといきましょうか。流出の大半を占めるのは債券市場で、背景には諸外国の金利上昇がある、しかし流出は規模が大きく、外国人投資家のポートフォリオを超えて広がっている様子がうかがえることから、中国の信任の揺らぎと資本市場におけるドル高の資金引き寄せ効果が際立っている。中国の信任低下で将来的に人民元が一段と下落する恐れもあると。なんかあれですね、文章下手くそですね。もうちょっとメリハリの効いた書き方ができないでしょうかね。元は英語でしょうけどもね、訳が悪いのかな。まあ要はお金が出ていってるというだけの話でしょう。富裕層向け、資産運用業務を手掛けるリュウ・ユアン氏は、誰もが米金利上昇という嵐に見舞われている。嵐の中心に米ドル資産がある。周辺部の生活は苦しいのに、中心部はそよ風が吹き、陽光が降り注ぐ楽園だ。ええやん、みんなでドル買うたらええってだけの話よ。何があかんねんって。嵐なんか吹いてへんてと私は思いますけどね。大丈夫かな。はい。富裕層、債券と株式と債券、直接投資の資金の流れ、を示す政府の金融収支統計によると、6月までの半年間の収支は1010ドル億の純流出。今年は通年の流出額が2016年以降で最大となる、勢い、なるほどね。まあまあですね、厳しそうですね。確かに経常収支は黒字を維持しているし、株式は小幅ながら純流入となるなど、すべての資産で資金が流出しているわけではない。しかし国債収支は誤差脱漏の区分が452億ドルと大規模な純流出となっており、誤色ありますよ。エコノミストの間には、違法もしくはそれに近いルートで資金が流出していると疑う見方もあると。完全にそうだと思います。中国国内からですね、なかなかその人民元を持ち出せないというか、まあドルを持ち出せないというべきでしょうね。今ですね、実は中国からどんどん人が流出してるんですよ。それもお金を持ってる連中、日本円で100億ぐらいはザラに持ってる連中がですね、ガンガンと海外に移住してるんですね。なぜかというと、もうこの国あかんわと言って見切りをつけてるんですよ。なぜあかんわと思ってるのかと言いますと、習近平なんですね。習近平が、まあ、昔のですね、毛沢東の時代に戻そうかぐらいの勢いでですね、アホな政策をいっぱい取ってるわけなんですよ。で、ゼロコロナでいつ自分の体がですね、拘束されるかわからん、要は自由を失うかわからんと。まあ、どっかへ連れてかれるというわけではないですよ。自宅に閉じこもってですね、出るなって言われるかもわからん。そういう恐怖感もありますし。
ね、行った先、どっか旅行した先で閉じ込められる可能性もあるわけですよ。そんなアホなことが日常3時に行われる国にもおられへんやんということでですね、お金のある連中でうまく出国できる、出国理由のある連中、人間、今ね観光で出国ってできないんですよ。なんで、あれですね、何か理由があって、留学とか事業とかね、なんやかんやとこう、出国できる理由、まあ、そんなんね、お金渡したらいいんだけどね、あの国の場合は。そういったそコネを使える、コネと金がある人間はどん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 逃げ出してですね、そんな人たちが東京にもうじゃうじゃいるみたいなんです。東京住みやすいみたいですね、今の中国人にとっては。まあ中国人コミュニティってありますから、そこにいれば別に日本語が多少不自由でも全然 OK ですし、別に中華料理は、ね、いくらでもありますし、滞在費安いですし、で1000万ぐらい使ったら永住権取れるんですよ今の日本って。まあ1000万から2000万ぐらいかな、使えば永住権取れるんで、比較的やりやすいで目立たないですね、日本人の間に混じっていれば。なんで日本にいっぱい来てるという話でございます。で彼らがですね、お金をどうやって持ち出してるのか詳しくは私は知りません、当たり前ですけど。まあ中国的にはほぼ犯罪に近いやり方でですね、お金を持ち出してるわけでして、そういうこう本来なければいけないドルがない状態をですね、誤差脱漏というそうでございまして、これがもう多分ね、年間別の記事読んだんですけど、年間1500億ドルぐらいの誤差脱漏があるんちゃうかと言われてます。1500ですよ、だからこれがもうあと何年も続いたらですね、1兆ドルぐらいのお金がですね、本来 なければいけない外貨が10億の中に積み上がっていないという状態になるわけです。で当局は躍起になってこの誤差脱漏をですね、こう取り抑えようとしてるんですけど、防ごうとしてるんですけども、そんなんね、上に政策あれば下に対策ありの国でございますから、まああの手この手でですね、こう持ち出してるわけですね。でこれあんまりピリッとしない記事なんですけども、最後の方ね、富裕層の資産を管理するファミリーオフィスも海外投資のハブになり得る。シンガポール金融管理局 MAS によると、昨年シンガポールに新たに設立されたファミリーオフィスは約300件。ファミリーオフィスって単なる法人のことですね、まあ、私的な法人ですね、資産管理する法人ですね、法人名義っていうのを作って、そこに金をガーンとぶっ込むわけですね。300件というのはこれかなり控えめというか、この10倍以上はもっとあるんちゃうんかな、シンガポール、シンガポールの中国語紙、連合総報によると、シンガポールで今年1、4月に新設されたファミリーオフィスのうち、香港、マカオ、広東省の投資家が占める比率が 44% に上昇、昨年は通年で 39% だったと、まあシンガポールとつながりが強いところですね、この香港、マカオ、広東省というの。本土との往来が可能なマカオで保険商品を購入するのも人気の裏ルートとして注目されているという。こういう金融商品は通常米ドル建てとなっており、人民元安に対するヘッジ手段となる上、長期的な利回りにも魅力があるって、まあどんなもんか私は知りませんけどね。最後、中国離れの理由としてなかなか終わらないロックダウンや不動産市場の先行き不透明感も挙げられている。決して人民元安だけが引き金ではないと話すのは、保険会社 AIA の代理店で、香港と中国本土の往来が再び可能になれば、香港の金融商品に顧客が殺到すると見込んでいると。まあそれはありそうな話です。今ねコロナで封鎖されてるんですね、香港と中国の国境というのは。でこれが昔みたいに行き来が自由になればですね、ドドーッとまたですね、本土からですね、まあ表に出せない金を持ったですね、裕福な人たちがダーッとやってきて、これちょうだいあれちょうだいっつってですね、香港の金融商品を買いまくるんちゃうかというのがこの最後のところですね。まあ、ありうべき話だって。
まああのね、泥船からネズミが逃げ出すようなもんですよ、今の中国というのは。もうちょっとね、先の見えるような人は、目端の利くような人たちはですね、ダーッと逃げてるわけですよ。まあこれがね、またね、穏健な指導者に戻ればですね、わーっとまた帰るんですけども、習近平さんがなんせ3期目でしょ。で、あのおっさん元気ならですね、4期目もやるわけだって。そしたらあと10年はですね、変わらへんやん。中国は衰えていくやんというふうにやるとですね、これはもう先に逃げようと。やっぱりね、中国人ってね、そういう時の行動早いんですよ。もう、パッパッパーと決めて、ファーってやりますよね、あの人たちって。変わり身が早いというか、それが今起こっているという話ですね。ロイターのこのページ、一応貼ってみますんで、私、最初と最後だけ読みます。読みたい方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございます。